はい、今夜もハーレーの時間がやってまいりました。ということでですね、今日のお題はハーレーの中古車あるある参戦ということでやっていきたいと思います。はい、今日ねお送りするのはハーレーをね買うときにこれは知っておきたいよねとか、これを知っておくべきだよねっていうのをね、これ3つ挙げたいと思います。で、その3つねちょっと見ていただければ結構ねこう後悔しないで、その買った後にね、あれこんなんだったっけとかね、こうちょっとおかしいよねとかね、そういう皆さんね後悔することってあると思うんですよね。それを後悔しないためにちょっとこういうのをねちょっとポイントとしてね見ていただければというのを今日3つお伝えしたいと思います。はい、じゃあ早速ねやっていきたいと思います。はい、でまずね1つ目、はい、1つ目なんですけども、買ってからね気づく修復歴、事故歴ということなんですよね。はい、でね、どういうことかって言いますと、その車両がね、どういう事故歴があったり修復歴があったりっていうのは結構ね、そこを買った時にねお伝えされてなかったりとかするときがたまにやっぱりありますね。でね、じゃあどういうことかっていうと、例えばね、修復歴なんかはね結構分かんなかったりするんですよ。で、走り始めてからクラッチが滑ってるねとか、あとはね、オイル漏れがしますねとかね、そういうのですよね。結構ね、皆さんね、そういうの気づかないで買っちゃいますよね。まあ、見えないところなので、結構それ分かりづらいとは思うんですけども、そういうの結構あると思います。あとね、立ちこけなんかして、そこがタッチ弁されてたりですとかっていうのはね、あると思うので、あれこれちょっと、なんか、傷ついてるな、あそこ直してるな、とかいうのはね、後から気づくことってあると思いますね。あとね、結構ね、あるのはね、そこのね場所が同じ黒でも色味が違ったりとかするわけですよね。例えばどっかねこの辺の黒だったりとかすると、ここだけなんかちょっと色がちょっと違うねとかね、何かでこう車両走ってて自分がこう鏡とかガラス見た時に、あれちょっと色味違うねっていうのは、実はそこね交換されてたりとかね、事故があって交換されてたりっていうのは後から気づくっていうこともありますので、その時やっぱりしっかりね事故歴、修復歴っていうのをねちゃんと店員さんからお伝えいただくっていうのも大事だと思います。はい、これがねまず一つ目ですね。買ってから気づく修復歴、事故歴っていうのが一つ目です。はい、二つ目はね、思った以上に使用感の小傷があるってことなんですけども、結構バイク屋さんとかで並んで置いてあったりすると、結構かなりね強い照明とか当たってねかっこよく見えるんですよね。はい、結構皆さんもねこうかっこよかったなって言うんだけど、結構太陽の下とかに見るとねまたちょっと違ったりとかしますね。なのでやっぱりねしっかりねそこはお店の中で見るんではなくて、太陽の下でねお天道様の下でしっかりねこう車両を見て、小傷があるなとかね、そういうのはねやっぱり見えなかったりしますのでね、店内だとそういうのはやっぱりねちゃんと外で見た方がいいと思いますね。はい、でね、あとね、結構ね使用感が多かったりとかすると、開閉部分とかがね結構ねちゃんと閉まらなくてグダグダになったりとかするんですよね。これちょっと、ね、気をつけた方がいいと思います。はい、例えばこの車のサイドカバーとかね、そういうとこ結構ね使用頻度があるんですよ。結構しょっちゅう開けるところなんですよね。なのでちゃんとカチャッと閉まらなかったりとかっていうのがあるので、そこはねやっぱり自分でねちょっと一回開けてみて閉めるっていうのはねちょっと大事だと思います。はい、で出した時にお天道様でしっかり見て、その時ちょっと開けてみてね、ちょっとこれちゃんと閉まってるなっていうのね確認してくださいね。はい、これね大事だと思います。はい、でね、これがね2つ目ですね。はい、で3つ目はね、だいたいね1年から1年半ぐらいの間でね細かな故障がね増えてきます。はい、これが3つ目ですね。でね、どういうことかって言いますと、やっぱりね長期間、展示されてあった車両なんかはね結構ねこういうのが、ね、起きます。ずっとねやっぱりメンテナンスがされてなかった、ずっと放置されてたっていう言い方ちょっとおかしいんですけども、ずっとやっぱりそのままね置いてあった車両ですから、やっぱりね消耗品がね結構ねあるので、そしたらハーレーの場合はね特にね多いのはねこういうゴム系ですよね。ゴムなんかはねやっぱり劣化しやすいですね。はい、なのでねやっぱり1年間とか1年半ぐらいの間に乗ってる間に、だいたいそういうところからオイル漏れとかしますね。で今言ったようにこういうホースですとか、あとはねこのサスペンションの中にね入ってるねガスケットって言われるパッキンですね、こういうのがゴムでできてますよね。そういうのが傷んできたりとかするんですよね。だからそれがだいたい1年とか1年半ぐらいでねメンテナンスしてなかったりすると起きたりとかします。はい、なのでこういうところがねやっぱり見えない時限爆弾じゃないんですけども、やっぱりちょっとねそういうだいたい1年か1年半だと思いますね、そういうところが漏れてきたりとかするので、ちょっとしっかりそれ見ておいた方がいいと思いますね。これちょっとどれぐらいの期間保管されていたのかっていうことです。はい、でねやっぱり故障っていうのはやっぱりある程度はねつきものなんですよね。でそういうのをね一個一個やっぱりね直していくっていうのも大事だと思います。はい、これをねやっぱり、ね、心がけていただければと思いますね。ということで3つ目はね、1年から1年半ぐらいで細かな故障が出るということですね。はい、でね、はい、今ね3つお伝えしましたね私ね。でね
皆さんがね、後悔しないためにやっぱり今3つお伝えしたんですけども、今言ったね、ポイントをね、ちょっと押さえて、気にしていただければね、結構ね、それなりにいい車両ってのあると思います。でね、今言ったばかりの車両じゃないと思うんですよ。やっぱりね、それなりにちゃんとした車両、中古車っていうのも結構あると思いますので、その辺はね、しっかり今言った車両ばかりじゃないですからね。はい。まあでもしっかりね、その辺見てくださいねっていうことで、ちょっと3つお伝えさせていただきました。ということでね、今日はね、ハーレーの中古車あるある参戦ということで、ね、3つお伝えしましたね。ちょっとね、この辺頭の片隅に置いて、中古車なんか選んでいただくと、またハーレー楽しくなってくると思いますので、しっかりね、見て、ハーレーライフ楽しんでください。ということで、今夜もハーレーでした。最後までご視聴ありがとうございました。はい、今日僕が着ているのは、こちら パジャマじゃないですね。はい、こちらのトレーナーになります。はい、15,755円です。はい、こんな感じでーす。まあ、寝ちゃダメですね。はい、すいません。はい、またね、お問い合わせお待ちしております。コメントよろしくお願いしますね。はい、また待ってますんでね。はい、何でもコメントしてください。またそれについてはね、動画も撮っていきたいと思いますね。ありがとうございました。